メガネ男子萌え、松下光平は、小ア視聴率1%台ドラマ大惨敗、日テレの土曜危機を救えるか学校医薬で地上波連ドラ初主演8月14日、人気俳優の松下光平37が、10月クールに日本テレビ系で放送される放課後カルテで地上波連続ドラマ単独初主演を務めることが発表された。放送枠は、現在の7月クールは小芝風花。 27主演のゴーホーム警視庁身元不明人相談室が放送中の土ドラナイン枠である。連続ドラマ放課後カルテは日清眉市の同名漫画、講談者が原作の保健室ヒューマンドラマ。松下が演じるのは学校一として小学校の保健室に常駐することになった小2回牧野先生。超偏屈で口も態度も大きく不愛想だが、鋭い観察眼を持ち、小さな SOS を見逃さずに子供たちを救っていく男だという。 松下は14日朝の日本テレビの情報番組デーデーに出演し、意気込みを語っている。子供たちの存在がドラマをほぐしてくれると思う。僕自身は思いっきり振り切って演じたいと思っていますし、嫌われる覚悟でやりたいな、と思ってます。嫌われる覚悟連ドラ、放課後カルテでの松下は、医者らしいメガネと白衣に加えて従来の彼のイメージとは180度侵略の、具合想な表情を浮かべており、早くも注目をし埋めているのだ。 見ます見ます見ます松下光平さん好きメガネ男子萌え。仏いただき面で白衣にメガネドキドキします。待ち遠しい。など、ファンからの声で X、旧ツイッターは沸騰しており、松下の名前や、地上波ドラマ単独初主演も朝からトレンド入りしている。松下は現在、日テレでうどうゆみこ55が MC を務める音楽番組、With Music にアーティストナビゲーターとしてレギュラー出演中。 同番組は毎週土曜日の夜7時56分から8時54分に放送されているため10月からはウィズミュージックの終了後そのまま松下主演の放課後カルテルが放送される形になることもファンを喜ばせている土曜日は公平さんだらけということですね新しい松下公平さんを見れるのを楽しみにしています10月楽しみだな土曜日の夜はウィズミュージック主演ドラマってすごい流れ ボサボサメガネ白衣週末の楽しみが増えたウィズからのドラマ最高だね。ドラマ制作会社関係者は言う。松下さんは地上ハレンドラで単独初主演ということですが、これまで、戸田恵梨香さん、35演じるヒロインの夫、10代田八郎を演じた NHK 朝ドラのスカーレットや、吉高由里子さん、36主演の最愛 TBSK21 年10月期など、数多くの作品で女性視聴者をメロメロにさせて沼落ちさせてきた実績がある。 放課後カルテンの白衣メガネ姿も早速大きな注目を集めています。日テレとしては、大人気の松下さんを土ドラ9枠の主演に据え、続く土ドラ10枠も含めた日テレの土曜危機とも言える厳しい状況を改善したいという狙いがありそうです。